金太郎飴スペインの金太郎飴と言われるパパブブレのキャンディ、金太郎飴は飴細工の一つである。その起源となる玄毒飴は江戸時代中期に遡る。金太郎の顔をあしらったものは大正、昭和に始まるとされる。日本の昔話の主人公である金太郎の顔のまつげや瞳などを含む目、美、口、酒焼きなどの色を模した板状の飴をあらかじめ用意し、 切った断面が顔の形になるように各部位に配置した後適当な太さに細長く伸ばし切断して作られる。すべての工程は飴が厚く柔らかいうちに行われる。題材は基本的には金太郎の顔だが金太郎の顔でないキャラクターや文字などの場合もある。これも金太郎飴と呼ばれることがある。ただし正式名称は組飴という。名前の由来は 職人が大阪に修行に行った時、大阪では、岡目、福助の絵柄だったが、関東では、足柄山が近かったために名付けられた。これから派生して、人や意見について、尺子定義で個性がなく、全員が、同様、無難な内容を答えることを、金太郎飴的と表現することがある。英語では、同種詩の慣用句として、クッキーカッターがある。 東京都台東区の金太郎飴本店は2009年に広くは洋菓子、パン類に対して金太郎、金太郎を商標登録していたが洋菓子、アイスキャンデー、アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルトについて3年間の使用実績がないとして2014年に取り消し請求を受け2015年の新結では飴とキャンデーの概念に 本質的な違いがないことを理由に取り消し請求は却下された。上記新結後の2015年11月に金太郎飴本店は金太郎飴を商標出願し2016年1月に登録を受けた。ありがとうございます。